まず結論、私が水戸月島でおすすめする構成は熟知盛り。武器は最大の体験、時点で異彩と流血、生物は金メッキ4セット、メインステータスは全て熟知、攻撃力も HP も異彩の終電もありません。結論おしまい。絶対他の人とやってることかぶってるよこれ。変なコメントつかないといいな、なんて。別会館用です。草一水にディシア一です。内田とナヒーがここに、アヤとディシアのパーティーを使っています。他候補に挙げられそうなのは草が、薬術、水が、ユクラキ、バーバラ、ムナあたりかも。ここはご自身のデモ地と相談してください。ただし、開花反応系が主軸なので回復薬は入れたいところ。それと、水元素と草元素を継続的に付与できることが大事になると思います。今回使用したキャラクターおよび構成はこんな感じです。ちなみに一時停止を推奨。生物の評価がことごとくBばかりで恥ずかしい。ちなみにリリース初日から遊んでこれだよ、悪かったな。とりあえずメイン熟知の生物つけておけばいいとか思ってます。星5のメイン熟知水つけるだけで561漏れますし、お寿司特にないです。嘘です。消費する素材が経験値ボンと突破素材だけなことですかね。あとは肩代わり倍率の増加目的でスキルのテンプ上げるくらい。別開花をいつでも浮かせるようにスキルは常に使えるようにしておきたいからですね。ここみもそんな理由から断片を使ってます。異界の汁ではメインアタッカーがタディシア用ですが、無突ディシアは火力が心もとないのでそういう使い方ができず、爆発を捨ててスキルを重視した結果こうなりました。フル天井して獲得した異界の汁でも今は倉庫版。あ、ちなみに異彩と流血の武器効果は控えたと発動しないかもです。ちゃんと調べてませんが、おそらく一部の敵に弱いです。具体的には浮いてたりボス兵、ディシアのスキルが当たるんですが、それが草原核に当たりにくい気がします。そうなるとこのパーティーはおしまい。まあ一応ナヒータのスキルが燃焼を起こしてくれたりします。別開花ごとの爽快感は出ませんが、アトラ戦だとナヒナヒ型編成に組み込まれやすいとかかな。想定されそうなこの編成の質問は以上ですかね。あ、キャラの回し方は動画見てるとわかるはず。ハヤト以降はかなり適当です。ではこのジャンルに関する質問はここまでで、ユーザーのディシアに対する評価と今後を考えると作ってもいいのかなと。皆さん限定期間引きますよね。そこで実装当初から弱いと言われてるディシアがすり抜けたとします。ある程度がっかりしつつも使ってみようとする人も少なからずいるはず。なので育成系の動画を見るとします。するとどうでしょう、爆発に重きを置いた生物がおすすめされてたり、あの異界のしるべがおすすめされていたりするんですよね。それを見て俺のとは違うなとなりました。ここが一番のきっかけかもですね。爆発型のディシアは突に依存しちゃってるのが一番の罠です。ピックアップ当時ならまだしも、今は狙ってディシアを突できないですよね。今後は無突ディシアを抱える人が増えてくるので、そういう需要に対する動画を作るのがいいんじゃないかと考えました。まあ検索トップの有名どころは大体爆発型をしてるので、検索欄に埋もれるであろうこの動画はユーザーの目に留まらないかもですが、話を戻しました。そういう動画では一応こういう候補もあるよ程度で熟知盛りが進められています。私は正直無凸はその熟知盛りが第一候補説とか思っています。だって無凸だと時計は HP よりも攻撃力が強いとか言われてて、テンプの倍率も揃って低かったり HP 依存度も低かったりで、自分の中の結論として HP とか攻撃力がどうとかよりもう別の土俵を用意するのが吉だと考えました。それで熟知です。そういった理由で重い腰を上げて約2年ぶりにお色動画の制作を始めました。まとめると私はディシアの育成では異端です。キリンズになりたかった異端児ゆかりです。皆さんこんにちは。基本的に変身しません、ごめんね。辛口になりますが私も弱いと思ってます。校長キャラの中だと7と同じくらいかちょっと上くらいの評価です。持ってるもの自体が悪くないのと、この元素である点でその評価です。細かい点はよそでたくさん議論されているので詳しくはそちらへ。ないです、ごめんって。もうあまり期待しないでくださると精神的に助かります。社会人時間なさすぎ。
というわけで、熟知型ミトツギシアのふすゆでした。ここまでご視聴お疲れ様でした。この動画では自分の言いたいことを簡潔にまとめられたと思っています。ギシアのビルドについていろいろ言いましたが、無凸で爆発型をするもよし、 HP 盛りまくってランク役もよし、海染め4セットでドラスカ攻略するもよし、ご自身の好きなようにギシアを使っていただければと思います。最後にはなりますが、もしよろしければ高評価よろしくお願いします。あ、チャンネル登録はどっちでもいいです。配信頻度まちまちだし、結構言葉きついとこあるので好み分かれます。では今回はこの辺で、残りは後ろの弱々ら戦攻略の模様を垂れ流してます。ご視聴ありがとうございました。はりこりなさい。行くぞ。